こんにちは。1月18日日曜日です。今日はですね、金星と水星を取りにキラのワイキキビーチに来ております。今回はですね、このプロソフトンというソフトフィルターを使って撮影したいと思います。前回撮影した時にこのフィルター使ってなくって、わざとぼかしながら写真を作っていたことがありましたので、今回はそういうことをせずにこのソフトフィルターを使って金星と水星をぼやかして撮りたいと思います。ちなみにこれがソフトフィルターをつけた状態です。写真はですね、広角の 18mm で撮ったうちの1枚です。で、真ん中に金星が写ってるんですけれど、その右下に水星も写ってます。ただしすごい暗くってほとんどわからないですよね。というのは、ここに明るい建物があるんですけれど、ここの建物が明るすぎて、コントラストをつけようと思うと、ここの建物が非常に明るくなりすぎちゃうんですね。なので、この全体のバランスを考えると、ここまでしかコントラストが上げることができないんです。あと、水星が見えない原因として、水星自体の明るさがあります。で、水星は当方最大理覚の前に比べると、後っていうのは暗くなってしまうんですね。例えば1週間前、例えば11日に撮影していたらマイナス 0.7 灯だったんですけれど、今回は 0.3 灯ということで、明るさがですね、 2.5 分の1になってしまうということで、それがちょっと非常に今回ネックだったということです。一方ですね、これが以前撮った彗星なんですけれど、これ実は東方最大理覚の2週間前に撮ってまして、明るさはマイナス 1.7 灯ということで、さらに明るい状態で写しています。ただし、2週間前にもなると、ちょっと高度が低いので、そこのところがちょっと難しいところではあるんですけれど、明るさとしては非常に明るいので、このようにコントラストをつけることもができました。特に明るい建物が周りにもないっていうのもあって、こういった場所の方が彗星を写すには適してるんじゃないかなと思います。ちなみにこれは愛知県のですね、西浦海岸っていうところで撮ってます。そしてこっちの写真がですね、先ほどの西浦海岸の彗星の写真から1週間後の写真でして、こちらは愛知県、同じく愛知県の安城市にある油ヶ淵という湖で撮ってます。で、これも1週間後とはいえ、最大理覚よりは1週間前になりますので、明るさはマイナス 0.5 灯ぐらいで、今日写した彗星よりも、幾分明るいということで、周りにも、ここもそんなに明るい建物がありませんので、コントラストを上げることができました。なので、広角レンズで、彗星を撮るというところは、そうですね、場所がですね、場所選びが、肝心になります。周りに、明るい建物がないことというところですね。あとは、東方最大理覚よりも、できるだけ前の時期に撮るというところです。あとは天気に恵まれたらいいかなと思います。それでこちらがですね、先ほど広角の場合に彗星がほとんど映らなかったので、55mm にですね、切り替えて撮った写真です。で、この 55mm の他に 44mm で撮った写真もあるんですが、それがちょっと一番良かったので、それはちょっと最後に紹介するとして、この 55mm で撮った場合ですね、彗星が非常にはっきりと写ってますので、東方最大理覚を超えてしまったよみたいな時は、彗星が暗いので、こうして望遠レンズで狙ってみた方が、彗星ははっきりと写しやすいと思います。ただですね、やっぱりパノラマの景色と一緒に彗星を写したいというような場合は、
東方最大理学よりもなるべく前の、日程を狙っていきたいと思います。